こちっはーい、こんにちは、高しそれじゃ、本日はこちらのゲーム、ビクトルズテストナイト、やっていきたいと思います。こちらのゲームは、8番で打ちライクなんですけども、だからある部屋を警備する、しなきゃいけなくなって、ま、その部屋が、ま、異変が起こる部屋なんですよ。 で、まあ、5日間警備するんですけども、その間に異変を見つけるっていう、まあ、その、冷面の言う、館だっけ言うだっけタイプの八番出口ライクですね。まあ、とりあえず、始めていきましょうか。えー、っと、あ、来た。ほー、なんだろう、これは。ちょっと待ってね。おあ、はいはい。で、一回閉じたりとか。 設定とかどうすんだろう設定とかどうやって開くんだまあ、多分これが異変の種類とかそういうやつなんかなんで、当施設について。はいはいはい。アイシャドウはキプロスの住人によって発見されたことそして建てられたギャラリーです。キプロスの住人なんだろうな、これ。えっと、ギャラリーは廃墟化しており、誰によって建てられたものか判明していない。ギャラリーは、 ああ、小さな部屋が5連屈になったけど、得意な作りになっておると。ギャラリーの外見から推測される内部構造からは、かけ離れた内容になっている。特徴条件を満たすと、5部屋のどれにも存在しない、ああ部屋に入り込んでしまい、えギャラリーから出ることはできなくなってしまう。はあ、存在しない部屋。なんだろう、それ。これらの条件は数年なずれしたが、1部屋目に配置されている、 クプルの涙に異常が起きたことを発端に原因を解明され、えー、比較的安全に内部の探索は可能になっています。クプルの涙ってのがあるみたいね。現在、アイシャドウは島津海段の手動で管理されている。はいはいはい。あーで、これで始めるってことか。じゃあ、と、早速始めていきますデイワン開始と。普通にスッと始まったね。 あー、フリーズスーツ。これあ、着替えるってことか。これ着替えたのね。なるほど、なるほど。軽く探索と言いますか。設定をいじりたいんですけども、これ設定いじることってできないんかなあー、はいはい。ウォーカーにかう、ウォーカーに出会うな。ウォーカーから隠れろ。なんかこいつが出てくるってことか、ウォーカーってやつが。 で、設定でここでいじるんかもしかしてあはいはいはい Q と E でいじれると何だろう注文の多い料理店み,みたいな感じだねなんかはい出口に向かう音声いじれないかなああはあ何なん,なんだろうねこれなんかそのチラアートみたいな感じだねちょっと はいはいはい。何これこの手は握手とかできないあっこ,こに書いてあじゃん。よく見たら。Z と X で下げる。とりあえず、あーなんだろう。この石像がギャラリー内に侵入した場合、速やけにサポートに連絡くださいと。この石像が動くことがあるかもしれないってことね。了解です。はいはいはい。今んところは大丈夫ね。で ギャラリー内、ギャラリー内。Welcome to v i c t o はいはいはい。早いと特殊な方法でしか出られない。まあ、と、とりあえず入ってみるか。この席か、この席に、おおはいはいはい。部屋はドアの接、はいはい、発生している部屋はドアの接,接続先が変化しますと。左手側のマップを見ながら進んでくださいと。まだ、コインがある。もらっとく 動いてるのよく見たら。ああ、はい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 。これに買こで買いごとはけるってことはね。クップルの、あ、俺が持ったのクップルの涙がこれが。女性の顔をかたどった石像です。これか、それが。はいはいはい。夜になると血の移動、涙を流す。オブジェクトに危険が生じると部屋のドアが平行世界に繋がる。なるほど。うんうん。 とりあえず、意見を見つけないといけないんですけども、暗いなーちょっと F とかでフラッシュライトないあ、来たよかったーリアル、ヘル。こっち側の部屋も地獄ってことで、ここは普通の部屋。よかった、ようやく明るくなった。暗かったもんな、本当に。この説明も同じこと書いてあるのかなはいはいはい。異常がなければ、 各部屋はマップ横方向に接続している。ほいほいほい。異常が発生している場合、その部屋はマップ縦方向に接続している。高坂思いをマーク、調査目標をすべてチェックして監視してくださいと。あー、なるほどなるほど。こっち側行ったりとか、こっち側行かないといけないってことか。じゃあ。なるほどね。じゃあなんか、ちょっと進んだ後に、このヘル 異常が発生し、はいはい。異常が発生し、あ、まあ、一番いいのは、ここに行った後に、この下行って、また異常が発生して、間違えるってのが一番いいってことなんかな。でも間違えたらこれ、戻るよね。まあ、とりあえず、はいはいはい。でも異常が発生してるかどうかなんて、俺これ、この部屋まず初見だからさ、わかんないもんな。何の異常が発生してるかなんて。あ、じゃあ、とりあえず進んじゃいますか。 えー、じゃあ、異常なしでいいんじゃないか、これはもう。各部屋は横方向でしょこの先に進めるってことか。こっちの扉は何の扉だサポートへの連絡。避難はこちら。あっ、隠れるとかあったもんね。なるほど、なるほど。はいはいはい。異常のある偽物の部屋なら平行世界に繋がる。とりあえず行っちゃいますか。どうなる ま、俺どこにいるあああったんか異常なるほどどっかに、うおーえなにこれインフォメーション。これ異常だよな、多分。え、違うんか平行世いだからこの、これなんかあってなんか動いてる動いてるえこれもしかして俺の部屋に来たら終わりなんじゃんこれが。 動いてたよね。で、あ、きゃそういうことやな、絶対。だから多分これ異常ありなんだけども、こうだよな。これで進んでいかなきゃいけないってことそうするとこの下いけるわ。ちょっと行っちゃいましょう。あー、なんだこれも異常かあー、異常なかったんかいわかんない、わかんない。<laughs> ああ、これ動いてるね。動いてるってことは、異常か あ、違う、これ、あれか。青い扉と、た、あー、なるほどな。青い扉とこの向きに行く、赤い扉はこの向きってことか。そういうことか。じゃあ、俺が、もしもこれ上行きたいんだとしたら、ね、この状態で、コウモリマークありますし、上行きたいんだとしたら、取るべき手段は、異常が発生している場合の赤い扉ってことか。 これ多分異常発生しているからこっちかなんだ大丈夫なのこれはえなんかつかないなつかないな明かりのオオフかないなんだこれ一応こっち側入ってみるあこれはこの部屋かうん産地とかもあんの俺今産地なな,なに何に産地言って はいはいはい。何あれもしかして今さ、なんか入ってきた画面が赤くなったよな。あ、出てたよ。何かが入ってきたんかもしんない、俺今。はあ、なるほどな。はいはいはい。わかんねえ <laughs> なるほどなるほどなるほど。はいはいはい。 バック、クップロの涙。えー、っと、こいつを撤去しないといけないと。あ、これ異変だったんだ、うんあ、この石像が異変だったのねはいはいはい。トイレマンがギャラリーなんちゃいに出現したら20分以内に流すことと。トイレマントイレマンうはははははトイレマン何に <laughs> あ、来た電気つけれた。はいはい。さっき電気つけなかったのはさ、もしかして、いたからかな ああきたやっぱりこういうことか電気消されるんだで、連絡する。これで排除ってことかきたーなるほどね。はい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 。よく見たらね、レポート、なんかちょっと下見れんだな。うん。あ三産地って下がってんのめちゃくちゃ。八十になってる。お前ら誰だあ、サポートスタッフスタッフ はい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 。で、この逆さコウモリの部屋に入ったから、ああもうとりあえず調査は終了したんかなこの部屋は。だからこの後下行きたいんですけども、下行くためには、多分異常なしなんだろうな。もう取り除いたってことは異常なしになったってことじゃないだから進んでみよっか。これで、右の部屋行けるってこと ほらほら、そういうことだよね。うん。×が、あ、やっぱ丸と、丸で、××か。はいはいはい。で、この部屋はあれ待って、これトイレマンこれがトイレマンこれ異常だよな、絶対に。はいはいはい。あ、あああ。得意な点は観覧車とされている石像が置かれている。観覧車は白の絵を見ています。 白の絵見てますね。これと比べるんかこの説明と。それぞれ白を主体にした絵。いや、でもちょっとこれ、白ってよりもグレーじゃないでも黒の方が色彩多いけどな。なんとなく。白よりも黒のイメージ強かっちゃうけどね。うん。でもこれ異変じゃねえかお前。なんかこれ普通に異変な気がするんだよな。黒を主体とした絵でさ、人の顔ってなるかな認識に。うん。 だから、これで、下行けんじゃないかわあなにあ、罰だったしかも、めっちゃ気持ち悪い部屋来ちゃったなんだこれはいはいはい、ギャル生成、あ、異空間なんだこれ。異常なしと記録してくださいと。はい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 。はいはいはい。マップの縦方向にする…はいはい。ああ、いいじゃん。 なるほど。下にも行けるってことね、これで。じゃ、ちょっと下行っちゃおうか。いいね。じゃ、つけまして。お前はお前は何ていうやつ月見猿。上を見上げて目を閉じた猿の石像。エジプトのオークションに会として出展されたものを。なんちゃかんちゃ。うあ、ああ、あんこれらの異常現象に遭遇した人間は、猿に献身的に尽くす。 自分の体をさらに食べさせる。気持ち悪いな <laughs> でもこれしか置かれたいんじゃないか本来もしかしたらこの部屋って。これがおかしいんじゃないこれ。ね。この、うん。あ、ギャラリーの天満、これか。こっからトイレマンが覗くってことか。こいつがいるってのがおかしいっていう変化あちょっと俺とりあえず下行くか戻りたいんだよね。ここに行きたいから。 だからそうするためには、異変なしの赤か、異変ありの青。あ、でも、でもこれぐらいやったら異変なしなんかなうん。これ異変なしなんじゃないか本来なら。どうだろうあ,あ、異常なしで。はい。あ、上行っちゃった異常あったんか。まあい,いや、とりあえずじゃあコイン拾っちゃうか。これ落ちないよな。コインどこだろうあ、これか。はいはいはい。 で、ここはもう、異常なしで分かってんで、縦方向行くか。そうだね、縦方向行っちゃおうか。じゃ、ここ異常ありだったんだ。じゃあ、改めて異常ありしたらどうなる異常ありの下。はい。そうすると、いけるね。まあ、不正解ではあったけど行けたね。おお,お、びっくりした。動くんかよ、おい。なんか気味悪いね。なにこれ、死と エヴァ何つ心臓を打つ人。はいはい。板の上で心臓のあたりに赤いメモがあります。メモの内容は特定の個人に対する死を悼む内容。はあ。このオブジェが使われてから31年間生存しており、このオブジェの周辺環境とは何の関係もない人物。該当する人物と何の関係もない名前があるってことね。 そう、なんか何がおかしくて何がおかしくないのかはちょっとね、わかんないんだよね、まだ。多分何回かやってれば記憶できると思うんだけども、まだ始めたてだからね、全然わかんないや、まだ。どうしよう。俺は後ろ戻りたいんだよな、俺。だから異変ない方がありがたいんですけども、異変なしにして行ってみる待ってウォーカーいないいるね、多分 ああなにお前う、えあ、産地が下がると、ああビクモリ。なるほど。産地が下がった状態で見える化け物ってことだ、これ。はあ。ちょっと一回だけ飲んでみるか。はいはいはい。ああ、見えなくなったね。うん。はい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 。出られなくなってってってことは、もしかして隠れなきゃダメ ああ、やっぱそうか。またあれが出現したってことね、じゃあ。なるほど、なるほど。だからちょっとタワーディフェンスっぽい要素もあるってことかなこれは。おお、来た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 なんか、なんかいるね。影が、影が出てる。さっきはあったっこれ。おお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 あ危なかったんだな俺。あおお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 お なかなか進めねえな、これ。おおこれが初めての部屋だこれ、あここ来なきゃいけなかった部屋だ。よし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 。はいはいはい。なるほどね。なんだこれは赤い猿の像が古代エジプトの遺跡を発見している様子だ。はいはいはい。オブちゃんの周囲に5つの3つ6つか柱があり、猿の足元には3つ目のライトが落ちている。 猿の足元には6つ目のライト。落ちてないよな、でもこれ。うん。めっちゃ来てる。あ <laughs> はははは。はいはい。これ、足元に落ちてないから、3つ目のライト足元落ちないからこれ異変なんじゃないかこれ異変だから、異常ありで進んでみる。そうだね、異常だよね、これ。気負ってたもんな、ライト。 で、この後に、イに1個残しておいたから、俺は。わー、産地低いんだな、俺今。ここで、異常の撤去を頼む。そうすると、あの像が消えるってことじゃないか確か、最終目標、あの像を消えるってことやな。消すことやったよね、確か。じゃな分かったっけあ、そうあの像、あの像が涙を流しのを止めるってことあったよな。 よし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 。これもう帰っていいんじゃないかあれこれ意見、あれ達成しないあ、全部行かないといけないってことかそれか。あ、出れたはいはい。あ、やっぱコウモリ二つと、その、ゾウのやつをやれば、達成目標なんだね。目標達成なんだね。<laughs> はいはいはい。いいね。これで戻ればいいってこと よしよしよし来たーなんだろうねおーおーおおお何のムービーだ <laughs> あははああランク D いやー結構、ああでも目標は達成してる。ご報告、ご報告めっちゃ多いね。はいはい。残り3地数はピル使用したらそれがね、出てこないんか。じゃなるべく使用しない方がいいのね。うん。おいおいおい。 なんかその、部屋入った時に、その部屋の説明が見れるじゃん。それと、像とか部屋の感じを見比べて、あその正解かどうかを見極めるっていうのが、目標なんかなあ、ちょっともう一回だけやってみるか。このデイ1、デイ2、デイ3、デイ4、d イ5っていうのは、その難易度になんだって。うん。その、場所の難易度だからデイ5が一番難しいみたい。ちょっとデイ5やってみる <laughs> おあああああああなんだ、なんだ、これ、なんか発動しちゃった、俺。あー、な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 んか、えなんか、これ、もしかして、間違っても始まってる、うんなんか、俺、やっちゃったなんか、俺、やっちゃいましたかなんか、呪いって書いてあったんですけども。とりあえず、やってみるか。わーめっちゃ赤きされてるこれ、確定で変あり。で、えー、っと、異常ありでしょうわ、すごい、ええー、あ、 こ増えるんだなる,なるほど、なるほど場所も増えるのねそれ普通に面白いな幽霊めっちゃ多いなうわ、明日の方見に行てで、めちゃくちゃ種類あるんだよ、部屋の種類も。で、ここ見なきゃいけない。はい、はい、はい。人間を襲うとなんちゃうかんちゃう。イーキクの特活などは人物の、あ、待って、うん、え人間が作られたこと はあ、そういうことか怖いやつはな。これ多分いけないんじゃんか、これは。これは大丈夫なんでしょう。次進みたいんだけど、次の場所あれいるんだよな、ウェイカーだっけあいついるから進めないんですけども、どうしよう。すんじゃ、あ、来た今だ。進んじゃいましょうか、じゃあ。あ、そうだ、異常なしで、オッケー。だあ、連続正解ですね、しかも。この部屋見に行って 見なきゃいけないでしょしかもね、もここ。逆さまのクジラ。あ、来たやべあ、隠れてって書いてある。かわいいなぁ。優しいな、隠れてって書いてあるの。本当に隠れないといけないの本当に案外、猶予あるんだね、これ。あ、ここも隠れられるってことか。はぁー、なるほど。よーく見よう。なんか、なんだろう。何が、で、襲われたんだ、俺。何に襲われるんだ、これ。 ああ出ちゃったあえあやばい。ああああああ <laughs> あれあれオフクリックしたら出ちゃうの <laughs> 今までクリックしても出なかったじゃん。急に仕様変わった。<laughs> でもまあ、なんとなくだけどさ、デイ5いけそうじゃなかったっけ多分だけど、コウモリ全部見つけて、 ここで目標達成のあれをやれば大丈夫なんでしょ大丈夫なんでしょだから、ここ多分もう異変あるから進んじゃいます。青色の扉、異変ありで進みます。多分さっきと同じ異変だな、これは。で、正解なので次は B、なんちゃかちゃ。え、さっきと展示目標違う。展示目標って展示物違う。はいはいはい。 全関,関節が動きを捉えない、捉えられないほどの速度で動作するホース。ホースこれ多分異変なしでしょう。ちょっと行っちゃいましょうか。えいっと。ああ、異変なしで、えい。あああえっびっくりしたうつろな銀剣。いや、全く関係ねえよ。銀剣どこだよえ、どこだよ銀剣。 いやもう、うつろな目しかないよ、この部屋。やばいやばい、なんか迷路え俺、取り込まれたあーなんだこれえー、びっくりした。おおなんだ、なんかいた。これがうつろの銀券いや、それよりもよ。それよりも関係、なんだ、おぉ、びっくりした なるほど。あ、謎を閉鎖、制作、閉鎖空間に迷い込んだってことか、これが。はい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 、はい。でも、像の説明と合ってるから、これ、異変なしもしかして。これで、これで異変なしでもあの空間迷い込んだこと自体が異変っていうことで、ありなんかな。 考察するね。考察しちゃうわ。あ、でもこれ間違えたんだ俺今、多分あ、合ってたあ、上行ったんだあー、そっかそっかそっか。あー、ミスったミスった。うわー、俺下行きたかったわ、今、俺。そうだそうだ。青い扉行きたかったんだ。ついなんか戻っちゃったわ。その、8番出口の癖で。はいはいはい。バルブルーム。これ異変あったら嬉しいな。うん。ハンドルあるもんな。たぶんハンドルあるよね、これ。 この部屋の予備室は封鎖されてるって。バルブマンがいるみたい、この中に。<laughs> エレメンタルヒーローみたいな名前だね。うわー。マップのハンドルマーク。マップのハンドルマーク。マップないからな、まず。でも多分全部にハンドルついてるからこれ異変なしなんじゃないかじゃ進んじゃいましょうか、これは。異変なしとして進みます。 なんだなんかいるなんかいる。暗い状態と見えるなんかがいる。はいはい。月の子。人間が近くできない物質で構成されてる。はいはいはい。さっきの、ああ、消されちゃった。はいはい。あ、でもさっき正解だったんだね。やっぱり。で、コインだけ回収しちゃいましょうか。で、もこれ、正解なんでしょこれ、異変なしなんじゃないかこれは。異変なしなので、 あの、これちょっと戻りたいね。うん。異変なしで戻る。赤い道から。はいはいはい。で、ちょっとこ、一回この部屋戻ろうか。うん。この部屋、もう異変なしだったから、戻れるような、これで。よし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 。で、この部屋が異常ありだったんで、青い部屋に行くと。で、この部屋も、この部屋が異変なしちゃんか。だから、青い部屋。 で、この部屋で、あ、そうそう、この部屋で、あれだ。青い部屋入れば、コウモリに行けると。よーしよしよしよし。よしよしわあ何これなんか上に顔出し、顔出しじゃない。なんか、な、直しか、直しか、直しかじゃない。なんか、あれ。物の毛の姫に出てきそうな奴がいる。これはあははは何の像だよ、これ。え 足の間で人が通る想定。そうだよな。これは OK かち、じゃうん。はい、は,はい、はい、はい。破壊性はないってことね。うーん、うん、うん。まあ、いろんな異変は起こるみたいだけど、この、これを置いたことによって。うわあ <laughs> ええー、なんか地ならしみたいになってる。無数の黒か、黒い蚊があっち見える。そうね、そうね、そうね。 はいはいはいでも今はちょっとマップがマップみたいなあーどこから電気ついてんのこれはアハハハハこれはこういう特性ってことで異変がなしってことかじゃあすすいや戻る戻った方がいいんかこれは地図的にあれ、ああー 異変あったんかあったんかあったのわかんないわかんないわかんない <laughs>。あ、じゃあしょうがないか。じゃあこれで。異変あったなら俺下行きたいから、これ使っちゃいましょう。はいはいはい。よしよし。うわ、待って、一気に増えた。お化けが。やばい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 。えー、っと、死者2名をかたどった。うわー、デスマスクってことか、これ。はいはいはい。でもこっちが、塗ってないから、 あー塗ってあるね。乾いてない。はいはいはい。まあでも大丈夫。異変ないってことじゃないか、じゃあ。これは。んでも下行きたいんだけどな、俺は。異常なしで。住むとするとああ、やっぱり異変なかったんだね。俺こっちが行きたかったんだけどね、本当は。まあ、しょうがない、しょうがない。 ちょっとね、あいつがお化けがいるから、しょうがない。いわん。うんうんうん。人形会話で防護スーツはしで触れると、ダメージを。あれまあ、ケースなくね待って、やばいやばい,やばいこれ。やばい、細胞が破壊されることあってる、これ。今だと。スーツ着て、着てるから俺大丈夫だけども、もしもこの部屋にスーツ出して迷い込んだら、体が破壊される。これ異常ありだから、はいはい、はい。 進むとよし、来たで、あ、じゃあ、ついでにここ行きたいな。うん。これが、異変なしちゃったらありがたい。この部屋が。ブルールーム。白よしが4点、黄色よしが2点。あ、白よしが1匹いないわ。黄色よしも1匹いないから、これは異変ありだ。あー、じゃあ下行っちゃうんか。まあ、下も下であり。それはそれであり。行っちゃいますか、じゃあ。はいはいはい。いいね。 あ、待って。あ、あいつがいる。隠れたい、隠れたい、隠れたい、隠れたい。よーしたーこれでしばらく待てば、あいつが逃げるってことね。あのお化けはどっか行くってことか。よし。えっと、ほんで正解は正解は、どうだったあ、間違ってたんか。へんあ、なかったんか。いたんか。まあ、ここはここで、コウモリの部屋だから、オッケーね。 そういうのは、こう言って、こう、こう、こうが一番いいんですけども、そんな、都合よくはいかないよな。えっと、この部屋は、ネイティの友達。普段は仕事に行ってるとされ、家の中には何、何もいない。まあでは、これは、いないんで大丈夫ってことやんかよしよし、行ってみましょうか。異常なしと。でほい。やっぱそうだよね。あぶねー。めっちゃ追いかけてきてる。 これは何だろうな何列テールの三作。うん、うん。赤い椅子が設置されてるね。女性かこれ。はいはい。あ、ベースにか。ベースに。でも別の絵じゃないもんな、これ。全く異なる姿に過失修正を加えていないから、異変じゃんか、これは。だからこれしちゃいけんじゃないこれ青の部屋行ったら。どうだ あ,あ、来た来た来た多分来たよーしよしよしよしで、月見猿。あ、やっぱ後ろのやつ異変だったんかあれ。ね、もう今いないもんな。はいはいはい。ちょっと、トイレマンいない確認しないと。<laughs> トイレマン来るそうだからね。異変なしだから、これ戻りたいんで、俺こっちの部屋行きましょうか。はいはいはい。異常なしと。戻れるね、これで。あれああったのか、異変。なんだろ なんだ何があったんだ上行って、まあ、どうにかここの部屋行く手段を見つけないとな。なんで、赤い部屋行きますかじゃあ、初見の。うわーなんだこれすんごい部屋が汚れてる。うわー気持ち悪いえ、継続、あ、この辺、ん継続してこの部屋にいないでくださいって書いてある15秒以上。うわ、あーえ うわ、そういう部屋かいなるほどなんか、精神がゴリゴリ減るんじゃなくて、強制ゲームオーバーになるんか。うわーやられたなーいやー、でもこれ面白いゲームですね、本当に。なんか、最初、ちょっとやり方とかそういう、掴むの難しいんですけども、慣れたら面白いわ。うん。多分部屋とかね。そう、徐々に覚えてきますし、 そう、記憶ゲーでもあるね。うん。いやー、いいねー。<laughs> <laughs> うわー、まじかあそこすぐ判断して出てかなきゃいけなかったんか。うわやっちゃったなもう少しだったんだけどね。まあ、またね、時間がある時にでも、ビクトルズ、テストナイト、やっていきたいと思います。それじゃあ、また次回の動画で。バイバイ